どうもマサックです。本日はですね、一人暮らしを始めてですね、電源タップがちょっと少ないなということでですね、早速買ってみました。こちらですね、エレコムのカラースタイル電源タップということで、今回はこの電源タップの開封レビューをしようかなと思います。ということで早速開けていきましょう。このエレコムの電源タップの大きな特徴としては、まず雷サージっていうものですね。これがですね、雷起きた時に、家に高圧な電流がこう流れないように、する仕組みになっているそうです。なのでかなりこの感電とかしづらい、特徴があるのかなっていうところですかね。で、長さは2メートルで、4号口フローリングとコーディネートに使えるこの茶色いカラーのやつを選んでみました。では早速開けてみたいと思います。はい、開けてみました。こんな感じですね。2メートルなんでかなり長いので、いろんなところにくっつけられるかなと思います。ちなみに僕はですね、冷蔵庫と、電子レンジと、炊飯器とかそういった家電のものにちょっと使いたいなと思ってて、合計が1500ワットまでなんで、基本的な、そういった炊飯器とか電子レンジとかには対応できる、十分対応できるものになってます。で、雷サージ以外の特徴としては、ここがちょっと離れてるんだよね。ここがここですね。これは要するに、大きめなこの AC アダプターとか、そういったものをくっつけられる、ここと隣接しないようにですね、干渉しないようにくっつけられるということで、ちょっと空いてるということですね。これは非常に助かりますよね。あとはこちらですね、電源のこの先の部分ですね、この先の部分、ここがちょっと、全体みたいになってるのかな、黒いカバーがしてあって、要するにこうガチって差し込んだ時に、ここの隙間にホコリとかが詰まった時に、漏電というか、ホコリが火災につながらないようにこう仕組みがなっているというような感じなので、これも非常に助かる。で、またここが、で、またですね、ここが動くんですよね、こう直角とかに。そうです。なので、このまま差しっぱなしというよりか、こういう状態で差すことができるので、場所も取らないというか、隙間のコンセントとかにも差すことができる。このコンセント差し込み口なんですけど、ユリア樹脂っていうものを使ってて、熱に強いんですよね。はい。なので、いろんなものをこうパチパチ使ってる時に熱くなってくるのを、うまく防いでくれるような働きもあるそうです。あとは個別にこれスイッチつけられるんで、なので、使いたい時とか、使いたいものだけにここをスイッチ入れるだけで、電源を切り替えることができるので、非常に、軽い節約とかにもつながるんじゃないかなと思います。あとは、ここに壁にかけられる差し込み口があったりですとか、2メートルなんで幅広く用途がある、使えるっていうところが大きな特徴かなと思います。ちなみに注意事項もこちらに書いてあります。注意点としては、電気ストーブとかホットプレートとかオイルヒーターとかエアコンなどの、消費電力が1000ワットを超えるような電気製品、1000ワットを超えるような電気製品の場合はちょっと、火災の原因とかになるので、感電とかの原因にもなるので注意が必要です。で、このエレコムの電源タップの最大の特徴はですね、値段ですよね。はい。なんとアマゾンとかですと税込みで1164円よ。一人暮らしでお金のない人にとっては、まあ助かる。これで4つ使えるからね。はい、非常にありがたいものでございます。はい、では実際に、つけてみましょう。はい、ということで実際にエレコムの電源タップをつけてみたいと思います。フローリングが結構茶色い、濃い茶色なので、結構馴染んでるかなというところもちょっと好印象です。で、これが、黒い部分がホコリ防止のところですね。はい、これをちょっとここに挿してみましょうかね。
あ、見て分かる通りここがホコリがたまりやすいんですよね。だここが黒くなってるので、まあ電気がこうホコリのところにこう、電気のところにホコリがたまりづらいと、こういうことで感電とか火災の原因を防ぎますよというところですね。でぐーっとこう曲げることもできるので狭いところにでも入れることができます。はい、2メートルなんでずらーっとこう長い感じですね。はい、ちょっと今この冷蔵庫あるんで、まあ、ここら辺にちょっと試しに置いてみまして、でここに電子レンジがありますけど、電子レンジのコンセントをここにつなげてみると、よいしょ、いいぴったり。でこれをつけると、はい、明かりつきましたね。まあ、こうすることで電気が流れて電気が使えますよということですね。でこの他にも炊飯器とか、他の家電、電気ケトルとか、まあ、そういったものもつなげられるわけですね。まあ、今一人暮らし始めて1ヶ月が経とうとしているので、こういったものは非常にありがたいです。いかがでしたでしょうか。まあ、先ほども今までのことをまとめると、まあ、値段が1000円ちょっとで安くで購入できて、1500ワットまで使えて、個別に電源が切り替えられて、かつ雷サージ、雷が起きた時の、まあ、高圧電流が流れないようになっているとか、あとはホコリをこう防いでくれるとか、そういったものがいろいろあるので、まあ、かなり使い勝手は良さそうな、電源タップなのかなと思います。一人暮らしで、まあ、電源タップ欲しい人とかタコ足配線とか探している人にとっては、まあ、非常に、かなり求めやすくて、おすすめできる電源タップなんじゃないでしょうか。ということで本日のレビューは以上です。もし見てくれた方でちょっとなんか気になってくれた人とか、まあ、あとはちょっとですね SNS とかもやってるので、ぜひフォローとかチャンネル登録とかしてくれると嬉しいでございます。はい、ではさようなら。